こんにちは、あんずです。今日はファッション編ということで、ワークマンにやってきました。アウトドアのファッションをちょっと見てみたいと思います。では、行ってきます。こんにちは、あんずです。まず、今日のファッションは、こんな感じです。この、ザ・ノースフェイスの、に、キャンプ女子が履いてそうな柄のサイズに、靴を履いてきました。どうですか？今日は、焚き火編、焚き火修行ってことで、新しいアイテムを買ってきたので、それを紹介しつつやりたいんですけど、まず、じゃじゃん。こんな感じで、薪買ってきました。なんかこれは、焚き付け用みたいで、なんかこういう、ちょっとごついのとかもあったんですけど、私には最初はできそうになかったので、今日はこれでやってみたいと思います。じゃじゃん。これは、ナイフも買ってきました。ひろもくんって書いてある。鈴もついてる。これで、薪割りをまずやりたいと思います。頑張ります。やってみます。あ、ひび入った。あ、すごい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 。これどこまでやればいいんだろう。下やればいいんだろう。こっちが偉いこと。あ、あとちょっと。これ下まで行っちゃう？あ、できた！なんか真っ二つじゃないけど。めっちゃアンバランスだけど割れた。もう一回やってみます。楽しい。おぉ！もう半分して。下持ってきる。お、すごい。できた。めっちゃ楽しいじゃん。こんなすぐ終わっちゃうやん。完全にコツつかんだ気がする。イエーイ。めっちゃ力がいるのかと思ってたらそうでもない。ヒロムくんできる。3分くらいでこんなにできました。楽しい、これ。次。薪も割れたので、新アイテムを紹介したいと思います。じゃじゃーん、焚き火台でーす。イエーイ、買いましたー。前に動画の最後でどんな焚き火台買ったらいいですかって質問したら、たくさんの方からアドバイスいただいて、それを参考に探して買ってみました。早速開けてみたいと思います。これめっちゃ薄っぺらいし、めっちゃ軽い。説明書。こんな感じで。入ってんのはこんだけだ。説明書見ながら、組み立てていってみたいと思います。あ、こんな感じで。バーニングサイボード。これに多分薪をこっち乗せるのかなみたいなやつと、どうなってんだろう。あ、こうか。あ、すごい。絶対土台だってやつ。と、これはバーベキューフォークって書いてあるのが、全部で3つ？なんか1個細いのと、なんか同じやつが2つ入ってるんですよ。ここにこれをはめるのか。いや、違うな。こうか。お、できた。こんな感じかな。これで、これを上にいるのか、網みたいにくるのか。こんな感じで置いて使ってくださいってことか。こんな感じで、完成でーす。これはなくていいのかね。ここに薪を置いて火をつければ使えるという。すごい。めっちゃ嬉しいね。これレザースティックじゃん。ちょっと濃いかも。見てください。フェザースティックと、ここに麻紐も用意して、この燃えそうな植物も用意したんで、まずここにさっき割ってきた薪を並べたいと思います。これがいいかな、とりあえず。これも。で。麻をこの辺に置いて、ファイヤースターター。前もやったことあるんですけど、これで朝に火つけてブワーってなる予定でやってみたいと思います。あ、めっちゃ下手くそになってる。つけ。お、来た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 。ついたんじゃない？朝最強。一番下にやっと植物に燃えてる。お、フェザースティックのところについてるから、これはいけそう。ついたー。やったー。あったかい。植物にめっちゃ似てる。めっちゃあったかい。ウッドストーブよりも火のついてる面積が全然大きいからめちゃめちゃあったかい。しかもなんか最初あったかかったんですけど、毛がこもってきちゃって寒くなってきたんでちょうどいい。木にもついてきてる。念願の焚き火だ。やった、嬉しい。怖い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 。風の影響でこっちに来てる。すごい、薪が燃えてる。やばい、ほんと花粉と煙で目がやばい。今日はこの焚き火で焼き鳥をします。材料を煙が。まずこのねぎまと、その他アスパラベーコン、ウインナー、ベーコン、シューマイ、この串とねぎまも焼いてみたいと思います。この塩コショウをかけます。アスパラベーコン、ウインナーもやろう。こんな感じで火見ながら焼きたいと思います。焼き鳥屋さんごっこ。新しく入れた薪に火が。あ、ちょっとネギも焼けてる。焼き鳥を焼くように程よい火加減にするのが難しいです。めっちゃ火来ちゃったらなんか丸焦げになっちゃいそうだし、今いいんじゃない？怖いなぁ。足元がめっちゃ高い。あ、やばい、焦げそう。待って待って。わー、すごい、焼き鳥屋さんだ。熱いな、足が。いいかな。一旦避難。焼けたので食べていきたいと思います。いただきます。こんな感じで焼き鳥焼けました。今うまっ。うん、めっちゃおいしい。自分で巻き割って焚き火して焼いたやつよりも格別においしいな。途中で串が焼けちゃってどうなるかと思ったんですけど、めっちゃちょうどいい焼き加減。続きましてアスパラベーコン食べてみます。うん、美味しい。うまっ。最初に丸焦げになりそうになったウインナーを食べます。うん、美味しい。でもねぎまがダントツに美味しい。まだねぎまあるので焼きながら食べたいと思います。伝わるかな、この美味しそうな感じ。では、ねぎま。うわ、絶妙。うん。うまっ。これはお店さんで食べる居酒屋とかねぎまって断然美味しい。めっちゃお酒飲みたい。私焼き鳥だと皮とかも好きなんで、もっといろんな種類の焼き鳥やって焼き鳥パーティーみたいなのやってみたいです。うまい。完食しました。ごちそうさまです。ということで、今回は焚き火編で薪を割って、新しい焚き火台も使ってやってみたんですけど、薪が思ったより簡単に上手にできたかなって自分でも火つけるのファイヤースターターでやったんですけど、前にやったことあったんで簡単にできるかなって思ったら意外とつかなくて、でもついた時の感動はめっちゃありました。でこの焚き火台めちゃめちゃ燃焼性が高いのでめっちゃ燃えて、途中ちょっと燃えすぎて最初にちょっと巻き入れすぎちゃってすごい燃えちゃったので怖かったんですけど、焼き鳥も美味しく焼けて、ずっと焼き鳥食べたかったんで念願かなって焚き火台も使えて、これ冬とかにもし泊まったりする時とかめっちゃあったかいので、これからいい相棒になると思います。バイバーイ。せっかくなので焚き火を少し眺めてから帰りたいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。プラスチャンネル登録ボタンの横のブルーマークを押していただくと、私の最新情報やストーリーなどを上げているのでお知らせが届くので通知オンでお願いします。あと Twitter もやってるのでフォローお願いします。